皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もお便りをいただいてますので、まずはそれにお答えしたいと思います。じゃん。ペンネームあさこちゃんでなくておだいり様さんよりいただきました。なるほど、そうですね。今後も注意深く一言メッセージに対しては取り組んでいきたいなと思いました。ただ知識も思慮深さもないただのリスですので、あまり期待なさらないでいただけると本当に助かります。はい、すみませんね。では本日の一言メッセージもいきましょうか。じゃん。ペンネームサンピアさん。サンピアさん、本当にありがとうございます。少なからずサンピアさんからいただいた一言を全部言い切るまではこの放送は頑張りたいと、そう心には誓いました。ただすごい量ですので、まだまだ全然追いつかないこと本当にすみません。そして本日の内容ですが、じゃん。ああ、僕も好きですよこれ。ただ僕食べ方が下手だってよく言われるんです。お肉まだまだいっぱいついてるじゃんみたいな、そういう風にして言われてしまいますので、人前で食べるのがちょっと苦手だったりはします。そういうことはございませんか？僕だけなんでしょうかね。いやー、でもうまく食べるの結構難しいですよね。骨までこうガジガジっていう感じで綺麗に食べたいじゃないですか、できれば。まあそんな内容になっております。お分かりになりましたでしょうかね。では行ってみたいと思います。サンピアさんからの一言どうぞ。今日も元気だ、手羽がうまい。